はい、こんばんは、スポンです。今日やりますのはクリップスターっていうまた新しいゲームですね。なんか今タイトル画面なんですけど、すごいなんか変わったタイトル画面で、あたかも漫画を見てるかのような、まあタイトル画面ですね。まあ早速じゃあ始めてみましょうか。ついに追い詰めたぞ、魔王タイヤ。っていうのは、これは今、右側にいる女の子風の人が話してるセリフなんでしょうね。紫の勇者の人。うん、いきなり戦闘が始まるのかな。あれ、どうしたんだ。ノック。おそらく、この女の子が主人公だと思うんですけど、女の子が主人公でスッポンって名前をつけるのはちょっと抵抗があるので、まあ、今回は、まあ、デフォルトのままでいきます。あれ？あ。なんか家賃を滞納してるんですかね。ちょっと外出てみましょうか。まだなんか何なんですか。なんか宿舎ですかね。それにしてでも今日は暑いですね。夜になってももう汗が止まんないですけど。これなんか調べてもなんかなんもないのか。一応今100ゴールド、100ゴールド持ってるっぽいけどね。ちょっとそこのタンスを調べさせて、でも何もなかったか。残念。じゃ、ちょっと、なんか、そっと、あ、このぬいぐるみなんかあんのかな？あ、実は、チネの根っこ。まあ、見つけたら、持ってきてあげましょうか。ここはなんか厨房かな。近くの湖でいろいろ拾ってきな。なんか監禁してくれるのかな。なんか外に出ましたね。お、やった。なんだ、勝ちの実？HP1 回復。まあ、このゲームにとってヒットポイント1っていうのは結構大きいのかもしれないね。まだ、
ヒットポイントは10しかないから、1割回復できるってことなんですよ。ヒットポイント1でもバカにならないかもしれないね。オス、師匠。そうか。頑張ってくれんじゃ。やった、12ゴールド手に入れたぜ。なんかこのじいさん当選簿してんだけど。もう次の前で止めてる。いや、なんか、つけをというか借金を返さないといけないらしいんで、それをなんか済ませてからの方がいいんじゃないか。戦闘中は食べ物を食べれる余裕なんてないから気をつけろってカンちゃんが言ってたよ。なんだろう。迷わない森。魔物注意。迷わないけど、魔物には注意しないといけない、いけないってこと。あ、どうも、すいませんでした。よくあるから、すぐ見つかんじゃねえかな。なんか、回復アイテムにはなんか、食べ物があるらしくて、食べ物、小さ花。なんかこのゲーム、なんか植物のアイテム多くね？安全庫。あ、ここのことかな？なんか湖の周りになんかアイテム集めろっていう。なんだろう。はい、何？残り HP10 って何？ HP 消費するってこと？お、やった。あ、1減った。なんていうことだ。これ何回でもできるのかな？美味しそう。何回でもできるっぽいけど、どんどんヒットポイントが減っていく。なんかあそこに人がいるな。ちょっと話しかけてみましょうか。いいえ。ね、この人が何、草木を育ててたのかな。はい、はい、そうだね。それは、どうも。なんだこれ。なんか三つ四つぐらいあるのかな、最終できるところ。でも、どれもなんか、同じっぽい感じがするんだけど。あ、なんだ？お、なにこれ？最終してるだけでレベルが上がった。うん、いたずら？え？なんだ？何をあげればいいんだろう？わからない。いたずらってなんか一見いらなそうだけど、なんか後で実は重要ななんかステータスだったりあるかもしんないけど、とりあえずどうしようか。この採集と技術ってなんか関係があるのかな。もうちょっとやってみようか。っていうかもう 4しかねえんだけど。あ、なくなっちゃった。揺れる花。高く揺れるってこと。やばい、これ。採集するだけで息耐えちゃいそうな感じで。あ、消えちゃった。これ、どこでもセーブできるのかな。
あれ今1しかねえんだよな。これどうなるんだ、死んじゃうのかな。ああ。強制、なんか、100ゴールド？え？ちょっと待って。あ、なにこれあれ？え？自分で戻んないと、あれなの？途中で、力尽きちゃうと、なんか借金が100ゴールド上乗せされちゃうってこと？あれ？あ、なんか間違った。あ、間違って止まってしまった。な、しまった。なんだ、今度からは、力尽きる前に、ちゃんと、休むために戻らないといけない、みたいな。最近気温が高くて夜寝れないんですよね。ちょっと、今日はまだあんまりやってないけど、あんまり遅くなって、ちゃうと明日寝不足になっちゃうんで、あまり長い時間はやりたくないんですよね。あれ？今そっか、あ、ここでした。ここはなんだ？あ、ここか。ルクアルソーはあと4つ必要だってことですね。あれ、ここはまだ入ったことないんじゃないかな。なんか、あれ？ここなんか入れ、あ、いや、な、入れんのこれ。入れないか。ん？そうね、フルに倒すスキーだよね。でね、装備品を装備するとなんか習得できるスキルがあるのかな？はい。まあ、そりゃそうだよな。木を切るためのもの。なんだ、このゲームっていうのはなんか、まあ一応戦闘もあるみたいだけど、その、発掘収集っていうなんか要素もあるゲームみたいだね。え、これってあれだかな？装備品なの？ん？いや、スキル、必要なスキル、どういうことなの？まだいらないかな？植木鉢8っていうの？植木鉢が8個あるってよく言って、植木鉢8っていう名前の植木鉢が1個持ってるって言ってる。よくわからん。とりあえずもうちょっと、収集してみます。はい。植物っていうか、収集ポイントはちゃんと復活してます。これで力尽きないように、ギリギリまで、まあ、収集して、ほら、名前落ちた。あれ、さっき、あれ？お、よし、レベル上がった。なんだよ、何や、この体力上げると1ポイント上がんじゃうかな。お、さっき1ポイントしか上がんなかったのが、今回3ポイント上がって、一気に14ポイントまで上がったぞ。これなんだ、要件はどうしますか。拉致する。
叩かなくても、とりあえず変えようかな。あら、なんか嫌われちゃったみたいですね。演奏する。あの、スキルが必要なんですよね。戦っちゃいけないような気がするんだよね。もう1ポイント6しかないし、戦ったら多分やられちゃうんじゃないかな。あと3回かな。もう1回多分です、最終できる。発明。で、宿休めば、20ゴールドいるんで、さっきは強制送還食らったんで、100ゴールド上乗せされちゃいましたけど、まあ、自分で戻れば、まあ、本来のラディオ、宿屋でかかる金額しかかかんないっていうわけですね。なんかアイテム、あれ？あ。なんか部屋に置いてある植木鉢。部屋に置けるってことかな？あれなんだ？井戸から水を取りに行こう。なんか、自分の部屋に設置できんの？これ、自分、ここで休んじゃうとまた20ゴールドかかるってことなのかな？とりあえずの目標。まあ、1ポイントじゃなくて、借金を戻すっていうことなんで、ああ、やっぱりそうなんだ。なんかいらないアイテムを売って、お金、お、稼げないかな。植える花。多分これは、お金稼ぎ用のアイテムだと思うんで。でも10ゴールドしかし、あれなのかな。あー。なんかどれも大した金額にならないですね。ちょっとまだ売らないでおいて、借金を返す前に、なんか、町人たちがなんか、これ持ってきてっていうのを、例えば、こういうやつとか、こういう人たちの依頼をこなせば、なんか、たくさんお金がもらえるとか、あるのかな？なんか最終は1ポイントを消費するから体力を上げておけば、なんか回復できないのかな。最終っていうスキルがあるから最終ができるってわけなんですね。とりあえずあと3回できそうなんで。
もう一回だよね。で、じゃあ宿屋に戻りますか。こうやって自分でベッドに戻ってもやっぱお金はかかるんだろうな。まあそりゃそうだね。やばい、どんどんなんか借金が増えてってるような気がするんだけど。あれ、よくあるそう、10個溜まったよな。とりあえずあそこの姉ちゃんのところに渡しに行きますか。はい、どうぞ。50ゴールドか、もうちょっとくれよ。またていうか、この人は欲あるそうだけ欲しがる人なのかな。まあ、とりあえず、欲あるそうだけ手に入れても無駄にはならないってことなんですよね。まあそこそこ、もうレベル3ですか。お。お、やった。収穫ってなんだろう。どこで収穫できるんだろうな。何？そんなこともあるの？寝るのちょっと。なんか美味しそうもなんか欲しがってた人いなかったかな？あと4回か。お、なんか珍しいもの手に入れたぞ。かーん。あ、あ、うん。もう一回、やっちゃうと、死んじゃうところだ。自分の命が尽きるまで採集できるなんて、すごい、なんか根性の持ち主ですね。この人がなんか歌のスキルをなんか伝授してくれる人のような感じがするけど、まだなんか教えてくれないの。知念の根っこ、まだ一歩も持ってないんだ。さっき会いましたけど、なんか他にアンジョウの皮は持ってないな。
そういえばなんかアイテムってなんか、気分。やばい。目がしょぼしょぼしてきた。森に行くとなんか収穫できるみたいですね。これなんだろう。必要すぎ。これ、装備してると、なんか収穫がスムーズに進むとかあるのかな？一応収穫っていうスキルはあるんだけど。やばいな、眠いな、ちょ。こっち行くと森なんだよね。お、なんか、モンスターっぽいのがいるな。倒せんのかな？大丈夫かな？ちょっと一回戦ってみるか。え、なにこれ？戦闘画面切り替わるタイプのゲームじゃない？あ、1しか当たんない。やべ、2もダメージ食らってみる。倒せんのこれ？やべ。やばい。あ、必殺ってある。必殺。やべ、なに、最初から必殺すればよかったの。あ、MP が消費されるのか。やべ、これ。演奏はできないんだろうな。やばい。やばい。次で倒さなきゃ、やられちゃう。ああしまった。また借金が増えてしまったではないか。ダメだ、今日はもう眠いわ。とりあえず、今日はこの辺で終わろうかな。眠いので、寝ます。じゃあ、これまでご覧になってくださってありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。本日はご来場くださいまして、誠にありがとうございました。